お伝えします。10日、朝鮮労働党委員長、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の金正恩元帥に、トルクメニスタンのグルバングルイ・ベルド・イムハメドフ大統領から、朝鮮民主主義人民共和国との外交関係設定25周年の祝電が送られました。祝電は、両国は相互尊重と平等、進歩と発展のための共同の戦いに基づいて、友好協力関係を維持している。両国間の協力を深めていきたい。トルクメニスタンと朝鮮民主主義人民共和国との関係が、両国人民の利益に即して、今後とも引き続き発展するものと確信する。金正恩元帥と、そして友好的な朝鮮人民に、平和と福祉、繁栄があることを心から祈ると述べています。7日、朝鮮との友好協会ポーランド支部のホームページと、ポーランドのホームページ、朝鮮民主主義人民共和国に、敬愛する最高指導者金正恩元帥の普及の著作、戦軍の旗をさらに高く掲げ、最後の勝利を目指して力強く戦おうが載りました。5日から10日までの間に各国の報道機関が、敬愛する最高指導者金正恩元帥が新築された平壌カバン工場を現地指導したことを報じました。報じたのは、ロシアのタス通信、中国香港の大広報とフェニックステレビ、オンラインニュースの環球網、日本の共同、インドの新聞ライジングヨーロッパ、ギニアの国内国際放送と7つの民族語放送です。同じ内容が、ナイジェリア・キム・イルソン・キム・ジョン主義研究全国委員会、コンゴ民主共和国チュチェイ思想研究全国委員会、朝鮮との友好協会ポーランド支部、朝鮮民主主義人民共和国との連帯ブラジル委員会のホームページにも載りました。中国、ポーランド、ブラジルのホームページには、元帥の写真が共に載っています。敬愛する最高指導者、金正恩元帥の新年の辞の内容を指示して、全ロシア・レーニン共産主義青年同盟中央委員会が声明を発表しました。また、エジプト朝鮮友好協会会長の2017年のペクトーさんの偉人称賛の大会アラブ地域準備委員会委員長、ロシア民族救国戦線委員長、バングラデシュ戦軍政治研究会会長がそれぞれ談話を出しました。南朝鮮の各会が共和国の青年を父の血筋を頼もしく引き継ぐ革命の継承者、青年強国の主人公に育てている、敬愛する最高指導者金正恩元帥の偉大さを広く伝えています。南朝鮮のマスコミは、昨年8月、金正恩元帥の導きのもと盛大に行われた、キム・イルソン社会主義青年同盟第9回大会を広く報じました。新聞と雑誌は、大会で、青年同盟が、キム・イルソン・キム・ジョギ主義青年同盟と命名され、キム・ジョン元帥が、キム・イルソン・キム・ジョギ主義青年同盟の旗を授けたことを伝えました。ソウルのある言論人は、元帥が父の偉業、戦軍革命偉業での青年の地位と役割を洞察し、青年重視の政治を施していると述べました。そして、情勢専門家たちは、元帥が歴史的な書簡と新年の辞、演説で、青年を最後の勝利の日まで革命を共にする若い主力部隊、頼もしい同志、戦友、朝鮮労働党の後続部隊、石膏隊、両翼部隊に押し立てたと述べました。青年問題相談所のチェ・インチョルさんをはじめ、南朝鮮の各階層の人たちは、指導者を決死の覚悟で守る精神に徹した青年が北の至るところで、祖国防衛も科学研究も建設も全て引き受けているので、青年強国は実に威力あり、その未来は明るいと述べました。朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の敬愛する最高指導者金正恩元帥の特使として、ニカラグア共和国大統領の就任式に参加したチェ・リョンヘ国務委員会副委員長が16日帰国しました。チェ副委員長は、平壌国際空港のエアターミナルで、朝鮮人民軍陸軍海軍航空及び対空軍労農赤衛軍の儀仗兵を採掘しました。民族最大の祝日工業墓施設を迎えて第21回金正日火祭典が平壌で行われます。
チチェ106年2017年2月中旬からキム・イルソンか金正日か展示館で開かれる祭典には、武力機関と各省中央機関、朝鮮総連をはじめ海外同胞団体と各階層の勤労者、青少年、外国人が出品します。祭典期間、各地方でも不滅の花の展示会とキム・イルソンか金正日か温室の見学が行われます。16日、理科大学創立50周年記念の集いが行われました。朝鮮労働党中央委員会チェテボク副委員長と関係者が出席し、大学の教職員学生がこれに参加しました。集いでは理科大学の教職員学生に送る朝鮮労働党中央委員会の祝賀文をチェテボク副委員長が伝えました。祝賀文は、チチェ56年1967年1月17日に創立された理科大学が、偉大なキム・イルソン主席と偉大な金正日総書記の意志に忠実に従う貫禄ある科学人材の養成基地、先端突破線で国の科学技術の発展を力強く促す権威ある研究集団に強化された、こう述べ、主席と総書記の科学重視の思想と社会主義教育に関するテーゼにのっとり、一生を科学人材の養成と主体的な科学の発展に全身全霊を打ち込んできた理科大学の教職員と、科学技術強国の未来を担って立つ才人にしっかり準備している大学生を高く評価しました。集いでは記念演説と決意の表明がありました。共和国の農業部門の勤労者が新年の営農準備に励んでいます。各地の農業勤労者はこの15日間に全国的な有機肥料の生産計画を昨年同期に比べ15ポイント上回って達成し、不妊産肥料の原料の確保と脚度の計画もそれぞれ17ポイント上回って完遂しました。平壌市内の青年たちが年始めから増産に励んでいます。平壌火力発電連合企業所の青年たちはボイラーの正常稼働に必要な数百トンの石炭の運搬とフライアッシュの処理を終えて、企業所の日別計画の超過達成に寄与し、東平壌火力発電所の青年たちは第3号ボイラーのボールクラッシャーの大型歯車の組み立てを短期間に終える成果を収めました。関東地区炭鉱連合企業所の青年たちは新年初めの1週間に数百トンの石炭を増産し、屈伸計画を1割増で超過達成しました。キム・ジョンスク平壌紡織工場の300人余りの青年たちは、一人が多くの食器を受け持って毎日の生産計画を4倍以上遂行し、キム・ジョンスク平壌製紙工場の女性たちは糸繰り機をフル稼働させて絹糸の生産で連日革新を起こしています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーユンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。朝鮮中央通信社が退職間近にしてのあがきと題した論評を発表しました。論評は、この11日オバマ政権がまたもや共和国のいわゆる人権問題に関する国務省の第二次報告書とそれによる財務省の措置として、共和国の7人の個人と2つの機関を追加制裁のリストに含めた、アメリカ入国及びアメリカ人との取引禁止、アメリカ国内の資産凍結などの途方もない内容からなるオバマ政権の追加制裁の発表は、朝米関係の現状からしてただ共和国のイメージダウンを図ったもので、間もなく人気の切れる者たちの断末魔のあがきに過ぎない。オバマ政権は共和国を核保有へと促したブッシュ政権から教訓を汲むどころか、貯存敵視政策を追求し、史上最大の核脅威と超強度の制裁圧迫を執拗に追求してきた。時間が経つなら共和国が屈し北朝鮮崩壊の実を結ぶだろうと儚い夢を見たが、結果はいずれもアメリカの想像を覆す甚だしく破局的なものだった。その腹いせに人権のことで共和国バッシングに熱を上げているのだ。世界最悪の人権蹂躙国、人権不毛の地であるアメリカは、そもそも誰それの人権について論じる資格もない。
共和国は誰が何と言おうと人民に対する主体的な観点と人民哲学の最高の成果である人民大衆第一主義が徹底された朝鮮式社会主義をあくまで守っていくだろうと述べています。物乞い外交に熱を上げる。南朝鮮傀儡集団が年始めから次々と上司アメリカを訪れ、物乞い外交に熱を上げています。傀儡大統領府の安保室第一次長と第一外務次官が次々とアメリカを訪れ、上司と共に共和国に対する制裁とプレッシャーで協力することを防御し、先日は大統領府の安保室長キム・グァンジンが次期アメリカ政府の者たちと密議を凝らしました。ここでキム・グァンジンは北の核問題の優秀さと至急性を云々し、同盟の持続可能な発展と北に対する抜かりのない協力を哀願しました。傀儡集団のこうした行為は民族の主なる敵にへつらって共和国とあくまで対決しようとの極悪な反民族行為です。敬愛する最高指導者金正恩元帥の歴史的な新年の字は内外の嵐のような反響を呼んでいます。新年の字には朝鮮民族皆が力を合わせて自主統一の大道を開くための課題と方途がはっきり示されています。それで北と南海外の朝鮮民族皆は破局状態に陥った北と南の関係を改善して民族分裂の歴史にピリオドを打ち、自主統一と平和繁栄の新時代を開こうとの金正恩元帥の崇高な愛国の意志と熱い民族愛に感服し、国の統一目指す運動に奮起しています。ところが対米追従と同じ民族との対決にうつつを抜かした傀儡集団は北と南の関係改善と自主統一のための共和国の誠意ある提案と努力に、卑屈にも北に対するプレッシャーの協力をアメリカに哀願することで応えています。民族の主なる敵が誰かも判別できず、同じ民族よりアメリカを重視して北と南の対決に活路を求める傀儡集団はまさに反民族集団だと言わざるを得ません。少子に耐えないのは傀儡当局者が先を競ってアメリカを訪れ物乞い外交に熱を上げているのが、ホワイトハウスの新しい主人の関心を買い支持を取り付けようとの愚かなことだということです。パク・クンヘ・チェイスンシルゲートで民意の反撃を受け運命が端的に迫った傀儡集団はアメリカに取りすがって余命を長らえ、共和国に対する制裁とプレッシャーを維持しようとしています。北の核放棄を実現するといって戦略的忍耐政策を強行したオバマが力が尽きて引き下がり、新しい政府が登場するので傀儡集団は上司の朝鮮的政策が揺れるのではないかと不安がっています。何としても上司のアメリカにしっかり取り付いてぐらつく保守政権を維持し、共和国を押しつぶしの野望を実現しようというのが傀儡集団の魂胆です。アナクロのアメリカ中心外交によって今の災いを被った傀儡保守集団が未だに正気に帰れず対米追従に執着しているのは滅亡を早める愚かな行為です。南朝鮮の各界が今の傀儡政権勢力にアメリカを離れて一日も生きられない汚らわしい対米追従分子の烙印をしたのは当然のことです。傀儡集団がアメリカに追従し、あくまで共和国に挑んだところで、得るのは民族皆の呪いと糾弾、最終的滅亡だけです。物乞い外交に熱を上げる。古代史とお話ししました。名誉農場員になって。2006年、2017年が始まりました。敬愛する最高指導者金正恩元帥の歴史的な新年の字に接して、平安郡の魚波共同農場の人たちは有意義な今年を穀物の増産で輝かせるため奮闘しています。1950年代の朝鮮人民の祖国解放戦争の後、共和国では社会主義農業共同化が行われました。
当時から名誉農場員になって、大張を社会主義理想郷に作った偉大なキム・イソン主席の献身的な労苦が農場に秘められています。大張は戦争の最中の治世41年1952年5月主席が農民たちと共に種まきもし、農業共同化の明るい展望を開いたところです。戦後国の事情がとても苦しかった時、組織されたばかりの農業協同組合を訪れた主席は、自分もここの組合員だと言って農作について話し合い、農場の行く手を一つ一つ示しました。その後も主席は、ウンファリは共和国で一番暮らしよい組合になるべきだと言って農場を数十回も訪れました。こうして稲やトウモロコシの農作はできないと言われたウンファリが翌度に変わりました。1982年、1993年11月のある日、大和共同農場で決算分配の集いが盛大に行われました。集いでは主席に名誉農場員になってからこれまで貯金しておいた分配の割前を送る決定が採択されました。このことを聞いた主席は、それほど多くの分配をどこに使うかという歌の歌詞を口ずさみ、しばらく考え込みました。そしてその金でトラクターとトラック、農業機械を買って農場に送ろうと言いました。数日後、農場に送る機材を用意するのに必要な資金を計算していた主席は、貯金より多くかかることを知って、翌年の分配の割前で補おうと言って楽しそうに笑いました。こうして主席の恩情こもるトラクターやトラックが歌や踊りに興じる農場員たちに囲われて農場に入りました。まさに主席は人民の幸せのために、国の繁栄のために生涯を尽くした優しい父でした。平安郡大和共同農場管理委員長のソ・ギョンシムさんの話です。위대한수련님께서삼선명예농장원이되시어받으신성품배몫을偉大なキム・イソン主席が名誉農場員になって受けた貯金の全額を投じて用意したトラックやトラクターは、ウンファリの農業生産に大いに役立ちました。私たちは主席の不滅の業績を輝かせるために情熱の限りを尽くしています。分けても隅っこにある田んぼや地力の低い田んぼを一つ残らず肥やして、ヘクタールあたりの穀物の収穫を増やしています。私たちは昨年の農作の良い経験を極力生かし、また新たな営農方法を取り入れて、今年も良い結実をもたらしたいと思っています。こうして主席の革命業績が秘められているウォンファリをより暮らし良いところに作るつもりです。名誉農場員になって、高台氏とお話ししました。